はい、どうも、なおたつです。ということで、今回なんですけれども、デッドバイデイライトのシュラインオブシークレットについて解説、説明していきたいと思います。ということでですね、まあ、この動画なんですけれども、まあ、初心者の方向けにはなるんですけれども、始めたての人であったり、こう、あまりパークのことだったり、デッドバイデイライトのことがあまり知らないよっていう方向けの動画になってます。ということで、まあ、もう早速説明していきます。毎週水曜日なんですけれども、毎週水曜日に更新されるシュライン・オブ・シークレットというものがあってですね、ストアのところを開いてもらったら、一番右にあるんですね、シュライン・オブ・シークレットというものがあるんですけれども、パークを、まあ、ポイントを使って獲得ゲットできますよっていうものになってます。ということで、一番上から説明していきます。一番上は、ティーチャブルパーク、ハグのパークですね。貪られる希望ですね。これの効果なんですけれども、生存者キラー側のパークになっておりまして、キラー側が生存者をダウンさせてフックに釣った状態で24メートル以上その場から離れると、このパークのトークンを獲得することができるというパークになってます。ですね、まあ、最大5トークンまで貯まることができるパークなんですけれども、まず2トークン獲得すると、2トークンということでですね、生存者を1回釣ります。1回釣って離れるで1トークン獲得で、もう一回生存者が同じ生存者をダウンさせてフックに釣ります。で、もう一度24メートル以上離れると、次2トークン、1トークン獲得しているので、2トークン目獲得することができます。で、2トークン獲得すると、生存者釣るした後に10秒後に10秒間 3% の迅速効果を受けます。これは早くなるということですね、10秒後に。で、次、もう一回釣って離れます。で、次3トークン。で、次、3回目ですね。3度目生存者を釣ります。24メートル以上離れて、生存者がフックから救助されると3トークン目。3トークン目はですね、生存者が無防備効果に苦しむ。これはですね、生存者が傷を負っていない状態で、もう正常な状態であっても攻撃を1回食らうと、もうダウンするという効果になっております。で、4トークン目は、まあ何もなしで、最大ですね、5回目生存者を釣り、24メートル以上離れると、離れた状態で救助すると、殺人鬼が自らの手で生存者を殺害することができるようになりますね。これは、メメントモリと同じ効果で、5トークン溜まった状態で生存者をダウンさせると、フックに釣ってエンティティ召喚をさせなくても、ダウンというか殺害することができます。で、まあ、1回目はこんな感じです。これは、呪いのトーテムのパークになっているので、呪いのトーテムを破壊された時点で、効果が発動しなくなります。なので、まあ、壊されないように、まあ、気をつけながら使うのが大事かなと思います。で、次、左に行きまして、左のパークが、これも、ティーチャブルパーク、レイスのパークになっておりまして、闇より入れし者ですね。闇より入れし者の効果が、視野が通常よりも9度広がる、ということなんですけども、なんもない状態と、レベル1、の闇より出し物レベル2、レベル3というのがこう分かりやすくなっているのがあると思うので、こちらをご覧ください。まあ、これを見てもらって分かると思うんですけど、視野がこう通常よりも広がることによって、まあ、生存者を発見しやすくなったりですね、隠れている生存者がこれをつけていることによって見えるようになるかもしれませんというパークになっておりますね。
で、まあ、レベル1は9度なんですけれども、レベル3にすると15度さらに視野が広がります、通常よりもというパークになっております。これは分かりやすいですね。で、次下のパークに行って、これはティーチャブルパーク、ビルのパークになってます。与えられた猶予ですね。これがね、これがいいです。これ強いです。これはですね、生存者側のパークになるんですけれども、フックに味方が仲間が釣られている状態で、こう自分がこのパークをつけていたとして、こうもうどうしようもない時ありますよね。キラーがめちゃくちゃフックから近くて離れない、なかなか離れてくれないで、救助行くと自分も死んじゃうし、助けたとしても助けた後にすぐ攻撃されて助けられないよというような時にすごく役立つパークになっております。で、これはですね、殺人鬼の脅威範囲内で生存者をフックから外すとってなってるので、まあ、生存者がフックに釣られてるところで近い状態、殺人鬼の場所が近い時に発動するよというパークです。で、生存者をフックから外すと15秒間我慢のステータス効果を得ると書いております。これは何なのかというと、生存者をフックから解除すると、こう傷を負った状態で解除することになりますよね。で、解除した後に通常だと、まあ、攻撃されるとそのままダウンしちゃって、また釣られたりだったりってなってしまうんですけれども、このパークを発動させることによって、傷を負った状態で一回殴られてももう一度こう逃げ切れるようになってます。まあ、分かりやすく言うとこうなりますね。で、攻撃されると、まあ、ゲージが下に出るんですけれども、そのゲージが、まあ、ずっと出続けて、まあ、ゲージが出てる状態でもう一回攻撃されると、まあ、もうそれはダウンしちゃうんですけれども、まあ、そのパークを発動させることによって、こう最後ですね、まあ、キラーがなかなか離れない状態だったりとかの時に使うと逃げ切ることができるかもしれない、まあ、逃げ切れる可能性が高くなるというパークですね。これはね、このパークは本当にいいと思います。で、このパークがレベル3になると、生存者10秒間自分を治療する時間が与えられるっていうのがレベル1なんですけど、レベル3になるとその10秒間が20秒間になります。で、最後右が植物学の知識ですね。これはティーチャブルパークのクローゼットのパークになります。治療速度と治療アイテムの効率が 11% 上昇ということで、まあ、治療に役立つパークになっております。で、レベル3になると、治療速度と治療アイテムの効率が 33% 上昇します。で、これを、まあ、こちらの動画を見てもらったらちょっと分かりやすいと思うんですけれども、普通に治療する場合がこちらです。そして次に、植物学の知識をつけた状態で治療した状態がこちらになります。まあ、こちらを見てもらったらすごく分かりやすいと思うんですけど、比較するともう明らかにスピードが違いますよね。味方の治療をする時の速さがすごく上昇します。なので、これをつけることによって味方との連携を取りながら、こう味方が負傷状態であっても、このパークをつけておくことによって素早く治療することができるようになっておるというようなパークになってます。で、これら4つのパークなんですけれども、まあ、おすすめは下の与えられた猶予ですかね。まあ、取るとしたら他の3つはまあなくても
まあまあまあって感じなんですけれども、やっぱ下の与えられた猶予を持っていると結構有利に生存者側は試合を運ぶことができると思います。ということで、まあちょっと長くなってしまったのか、まあこう言葉があまりうまくないんで申し訳ないんですけれども、これでまあ伝わってれば嬉しいなと思います。ということで、今回の動画これで終わりたいと思います。お疲れ様です。